マイナスはね、ナムコ相模原店というところに来ました。閉店時間ちょっとやばいんで、入りたいと思いましょうです。閉店時間ね、残り30分ぐらい。太鼓あった。こんな感じ。ちょっと前にね、来たことあるんですけど、動画撮ってないんで、撮っていきます。ちょっとナムコでね、太鼓の動画撮れなかったんで、ちょっと無理とのことだったんで、近くの相模原のモーリーファンタジーかな、うん、隣にあったんで来ました。行きたいと思います。モーリーじゃなくてね、セガでした。ここなんとね、これが貼られてる。残り262円。太鼓を叩いてスタート。削られてる、麺が削られてる。太鼓を叩いてスタート。ちゃんとだな。ボードを選ぶな。ゴール処理入りそう。正解を選ぶな。今日の奇跡。これかわいいじゃん。これだ。でこれ面白いのが、普通に上から叩かれてるっていうね。子供が笑ってて、俺もなんか笑っちゃった。普通だと思う、反応はいい、あとロールショルも入る、ということでね、太鼓の達人一くれだけやってきました。でさっき太鼓の2ピンに張り紙がしてあって、1台につき1組様までみたいな、それちょっとおかしくねってなって、だって5名でも1組だし、第一書き方が1台につきお一人までならまだしも、一組様までって、5人で遊び来たら一組だからね。で太鼓のメンテナンスは普通に良くて、まあでも 2P 派の人がちょっとまあできない、普段あれでやってんのか分かんないですけど、まあ、ご協力くださいって言って、ご協力しませんとか言ってなんかやってるやついんのか分かんないですけど、まあ基本 1P しかできないんで、ああ徹底してるんだなと思って、他のね音ゲーを見たらね、こうなってました。おお、マイマイも片方しか使えない。これ俺初めて見たなと思って。でチューニズムも隣にあって見たら貼ってなかった。チューニズムは1台1台で合計2台並んでて、両方使える状態でした。そこ徹底しねえのかよ。ではこちら、来たことある方などぜひコメントよろしくお願いします。普段 2P 叩かれてるかどうかちょっと気になるんで、コメントお願いします。演奏スキップの時はでも縁叩かれるんで、ドン叩かれないから、空打ちとかでこうポンポン叩かれてんのかな、叩かれてる叩かれてない知ってる方ぜひね、ほんとコメントお願いします。では次は静岡県のジョイランドというところに来ました。ここ多分来たことあるかもしれない、動画撮影もしたことあると思う。ドラムスティック NG専用鉢手作り、押し込みの鉢に関するお願い、太鼓達人ユーザーの皆様、日頃よりお気遣い誠にありがとうございます。機械の破損を防ぐためご協力をお願いします。支配人。なるほどね。100円3曲。まあメンテは普通そうかな、特にネタになるような、感じもない、普通にこうある感じですね。
マイナスショーは埼玉県のキャロム坂戸というところに来ました。どこだ？じゃーん。いや僕ね、埼玉県のゲーセンに全然行かないんで新鮮です。あ、太鼓聞こえた。なんかこの辺シーンってしてるな。あそこがね、カラオケとか、なんだっけ、カラオケビリヤードだっけ、なんかそういうのがあるらしい。ゲーセンも変わってるな。店舗がこちら。入り口が小さい。じゃあね、入っていきます。入ったら早速あった、目めっちゃ綺麗。しないでね。100円4曲。あ、なんかめっちゃメンテしてそう。マウスバッチはグリップなし。でマチースもある。こんな感じ。ほんと暗い。で、他の音ゲーがダンレボ。これ古いね。めっちゃ古い。と、音劇1台、マイマイ2台、チューニズム1台。あ、2台だ。チューニズム2台。ドラム、ギター、ポップン、指糸2台。サンドボルテックス1台。ビブレフ1台、ノスタルジア1台で、ドラムの音もでかいね。聞いてわかると思いますけど、音ゲーの音がでかい。それがいいポイントだと思う。あとニデラが2台。ニデラだけに UFO キャッチャーも変わったのがある。これハッピーターンらしい。カレー線ミニ。ガブリチ宇宙味、こんなのもあった。やってみよう。あれ入んなかった。僕お菓子が好きなんで、お菓子の景品は正直嬉しい。お、ここまでしか行かない。え、選択できないのね。じゃあ運試しで行きましょうか。あー、よかった。いやでも確率結構低いな。あー、ダメだ。景品はこんな感じ。たこ焼き器の UFO キャッチャーが多いですね。ほら、でこの辺めっちゃ暗い。いやでも明るく映ってるな。目悪く、音でか、目悪くなりそうなぐらい暗い。ちょっと映像じゃ分かりにくいな。ちょっと明るく映ってるな。こんぐらい暗いです、映像で示すと。
上はメダルゲームとかビデオゲームですね。でなんと深夜2時までやってるらしい。すげえ。ではね、店内全体的に見たんで開店します。あーって言われた。よし。でいい点は太鼓の音がでかい4曲設定で、悪い点が店員さんのカウンターのすぐ横、あとなんだろうな、さらし台ぐらいかな。あといい点もう一個あったわ。メンテがめっちゃいい。ここね、太鼓やり込んでるドンダーのね方が来てると思う。めっちゃメンテ良かった。しっかりね管理してると思うんで丁寧にね叩かせていただきました。いやー、ここまでメンテいいのはどこだっけな。店舗名詳しく忘れましたけど、なんだっけ、市橋学園前のウェアくらいと同じくらいかな。下手したらここの方がちょっといいかもってぐらいメンテが良かった。まあでもね、市橋のとこもねメンテめっちゃ良かったんで、まああそこまでメンテ良ければ全然満足。一応ね動画載っけておきます。気になる方はぜひね見てください。じゃあ来たことある方ならぜひねコメント情報などありましたらお願いします。では